UX アナの部屋。入社1年目の角本もかです。何度もすみません、お邪魔します。お疲れ様です。昨日石川県にロケに行ってきたって聞いたんですけど。ロケ行く4日前ぐらいで、取材先を見つけてアポを取ってっていうのがあって、すごい大変でした。なんかロケをこう進めていく上で難しかったこととかある？時間管理ですかね。なんかこう、いろんなところに行くとあれもこれも撮りたくなっちゃうし、素材がないと石川県だからまた撮りに行ったりとかができないっていうのがあるんで、そうだね。でもどっかで折り合いをつけないとそこのロケ現場で押しちゃうっていう、なんかその決断力というか、なんかそういうものがすごい今回一番今までの中で求められているような気がして、すごい大変でしたね。今回のなんか学びとかありましたか？まあ、ロケ中にこうどんな部位ができるんだろうっていうのを頭の中でこう組み替えて、で現場で変わることもあるから、そしたらまたすぐになんかそのパターンをこう考えたりとかするのが、やっぱりまだ経験も浅いんで大変っていうか難しいなと思います。今日はスペシャルゲストを呼んでいます。大垣アナウンサー。わー、当日のディレクションからスケジュール管理、本当にめちゃめちゃ頑張ってて、ロケの時って雰囲気大事じゃない？やっぱり大事です。大事でしょ、はい。で昨日朝早くてみんな、しかも雨降ってて疲れてんだ、みんななんかもう、でもこの祖母がすごいね、みんな明るくね、元気にしてくれたというか、テンションをずっと保って頑張ってくれたから、なんとかこの朝から晩まで頑張れたと思うんで、また2年目ディレクターとして、ね、アナウンサーとしてまた、はい、頑張っていきましょう。そごを見習って頑張ります。はい、刺激を、いやもう本当に与え合って切磋琢磨してこうね。はい次回もお楽しみに。